これがコンシーラー。そうなんです、コンシーラー隠すっていう、はい、すごいですよね。そう、なんか最近はちょっとなんかね、ちょっとニキビが口周りすごくて、こうここら辺ってほんなんか見えないんだけど配信じゃ、そうなんか若干ね最近なんかそう野菜不足かしら。いや花粉のせいなのかな、わかんないけど、本当ありがとうございます。今日髪がボサボサなの、ギヒヒ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 。睡眠、なんか睡眠がさ、そのさ、なんかいっぱい取れる時と全く取れない時にすごい偏ってる感じがする。あのなんか取れる時は取れるし、取れない時はずっと取れなかったりとか、そうなんか結構バラバラなんだよね。ねえこの117なの本当に。ハートと、あ、チューリップもありがとう。目が眠そう、めっちゃ起きてますよ。ワンタワー、一円タワー、え、なにそれ、めっちゃタワー今立ってる、ありがとうございます。すごい、なるほど、そういうことなの、ありがとう。ちちちちちち、わあありがとう、いっぱい、なんかイベントなのこれは、わかんないけど、さっきありがとうございます。めっちゃイチくる、めっちゃイチ、ありがとうございます。やばい、溢れてる、止まらない、ちょっとわわすごい、やばい、わありがとうございます、やばい。うわーやばくない、なんかうわーこれなんかなんてこと。怖い怖い怖いレベルなんだけど、もう乱れてる、やばい、ありがとうございます。うわーあのね、明日は公演なんですよ。明日は、すごい1ありがとう。ありがとう、1。明日はね、四国とマイカーの公演なんですけど、そうそう、明日からなんと声出し解禁ということで、ちょっと私も、ドキドキしてます。好き、ありがとう。そうそう。ありがとう。ミックスとかね、そう、自己紹介とかも絶対あれだよね、みんな言ってくれるかな、言ってんね、マイキュー、マイキューです、ありがとうございます。なんかね、お母さんがね、なんか明日は DMM 見なくちゃって、あのね、みんなのなんかコールが楽しみだなんて。なんかコール、お母さんね、コールが好きで、明日は絶対に公演を見なくちゃ、絶対に仕事終わって DMM 見るからね、コール明日から解禁みたいな感じで、なんか公演もきっと楽しみなはずなんだけど、なんか声出しをめっちゃ楽しみにしてる。そうなの、すごい、一ありがとう。なんかすごいマシュマロ飛んできた、わいつもありがとう、わありがとう、いつもありがとう。コールないなら、いやもうバチバチにコールをする曲と
もうまあコールは なくてもいいかなみたいな曲が多分あるよね。でもバッチバチにコールがある曲はもうやばい楽しみ楽しみね。その人は四国にいる。お母さんはライブはねあんまり、まあ来るかな、なんかなんか来てくれる時は来てくれるんだけどね。でもなんかそうじゃない時は結構ずっと DMM もうずっと見てるずっと見てます。 DMM ありがとう。ね、すごい。めっちゃ見てくれてます。ビートで頭皮見たよ。とりあえずセプナビートで逃げ出したいってやつ、あなんかサーヤンとやったんですよ。番組前にやったんですけどちょっと緊張してました。目をそらせたい。サヤキュー、サヤキューなの？かわいいサヤキュー。ヤンキュー、ヤンキュー。いやそう。チホキューのやりとり、チホちゃんとは LINE を割と最近ずっとしてます。そうなんです、チホちゃんは今舞台に行ってて会えないですけど、そうこの間は番組で会ったんですけど、ほんとその時だけで、しかもその日、そのベニュー101の日がチホちゃん舞台の初日だったから、舞台の初日終えてそう来てて、生放送そうあんまり話せなかったから、そうよ。どんな LINE してるの？なんかグミにハマってて最近2人とも、だから千穂ちゃんがこのグミが美味しいってのを教えてくれて、なんかねお菓子の共有とかめっちゃしてる、このグミマジでうまいみたいな、お菓子トークか、えそう本当にもうなんか何ですか、悩みとか相談とかそういう感じじゃなくて、なんか日々の幸せみたいな。グミ硬い派やわい派、やわい派。最近はなんか千穂ちゃんから教えてもらったマロッシュっていうグミにハマってます。マロッシュ美味しい。マロッシュと、ね、シャリモニっていうグミと、そうめっちゃね、めっちゃグミを最近はねコンビニとかで大量に買って、そういっぱい食べてる食べてみてマロッシュ。コロロ、え、おいしい。コロロ大好きよ。おいしいよね、あれ。コロロも好きランキングに入る。マイキグミ食べるの意外？初耳？あのね、私あんま確かにグミを今まで食べてこんかったかもしれん、人生の中で最近になって、そうグミをね食べてます。グミにハマってる。
コロロが海っぽくない。コロロはなんかね、本当にコロロって感じ全然伝わらんけど、もうや柔らかい、めっちゃとろける感じする。ハリボー知ってる？え、わかるよ、硬いやつでしょ。ちょっとね、顎がね弱くて顎が弱くてちょっと、うん、好き、ありがとう。ピュレグミを舐めて噛まずに。ピュレグミって中外が外なんかつぶつぶ酸っぱいのがついてて中が甘いやつなんだけど、舐めてずっと飴みたいに舐めてそしたらどん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 溶けてってどんどんちっちゃくなって最終的にコンタクトみたいになるの。それをコンタクトみたいにするのが好き。最初、うん、酸っぱい、あれは酸っぱいです。酸っぱいけど最後に甘くなる。本当にコンタクトみたいになるの。マジでマジでやってみてほしい。コンタクトで、コンタクトって言って食べながらありがとう。目には入れません食べます。狂気感じる？そんなことないもんね。今日ってさ、月曜日でしたか？なんか曜日感覚やばい、バグった。月曜日だよね。明日は火曜日か。飴も噛まない派ですか？うん、もうバリバリに噛む。カリ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 。ガシャンガシャン。好き、ありがとう。休みだったの？うん、レッスンしてた。そうなの。666？6？6？6？ すごい、666日だって。ゾロ目だ。666。あと5位。びっくりした。今日は666で。みんな月曜日お疲れ。え、3月6日で。今日6日か。6日、やっぱりね、揃えたんですよ、やっぱ6。6月6日に来たらよかった。じゃあ壇上呼ばんとね。トールさん、アルフォートさん、マサさん、東京のスワンさん、きなぺこさん、ボンちゃんさん、アオさん、年老いた麻婆さん、くまねパパさん、福太郎さん、刀剣太郎くんさん、ヒッキーさん、瀬戸内勉強中さん、ありがとうございます。みんな親あ、ちょっとうん、休み、みんな夜遅い時間にありがとう。明日は公演だ。みんな火曜日も頑張ろう。おやすみ。ちょっとで申し訳ない。また明日。おやすみ。ギャー。